はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。アルフィットちゃん様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。雪深い山間部の西保地区の避難所で814人が孤立、ヘリ輸送が法で許されておらず、氷点下で車中泊、ガソリンないのでエンジンかけられず暖房なしと、そうすると車の中も氷点下になっちゃいますね。家が無事だった男性もですね、寒くて眠れない、停電と灯油欠乏で暖房できない、ストーブつかない、自衛隊さんがですね、20キロのガソリンを背負って山道を徒歩輸送しているみたいであります。これにですね、3000人ぐらいせっせっせっせと、まあここだけに3000人かかってるわけじゃないですけどもね、どこに行ってもガソリンと灯油を求められると。なるほど、食べ物じゃないのか。私も被災者でして、一番大変なのが停電と断水でした。家は無事、だからあと3月で暖かかったんで、氷点下ってこともなかった、ラッキーでした。断水もですね、たまたま50メーター先に井戸あって使えた案で、助かったんですけどもね。大きいバケツ、人が入るような大きいバケツ、に水、井戸水汲んで台車でゴロ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 50メーター運ぶと、それで汲んでみんなで使ってたんですけれども、トイレ流せてよかったな。下水が無事で、浄水はダメだったんですけどもね、で、食い物はなんとかなったんですよ。一週間ぐらいだと、食い物はそこら辺中からなんかパスタとか、出てきてね、米も大丈夫だった、なんとかなったんですけどね。世論です。そんな法律守ってる場合が、これヘリの飛行が許されていない、なんだろうね、どういう理屈なんだろうね、どういう法律なんだろうね。その場所すごい危険なのかね、その山間部ヘリ飛ばすと、いよいよとなれば焚き火しかないだろう。ヘリが着陸できる平地がないんか、学校のグラウンドぐらいありそうですけどね、山奥にガソリン運ぶより人を避難させた方が良くないか。私もそう思うんだよね。広域避難は始めてるぞ。結局道を通すしかないのか。とりあえず焚き火してくれ。超法規的措置でいいのにね。テレビが行けるなら避難民の移動もできるんでは、記者が到達できているならそいつらに同行させて孤立していないところに避難すべきと、まあいろいろ意見が飛んでますけれども、雪山登山装備みたいなのないと氷点下で寝るの辛いっすな、ただの布団だけじゃ私じゃちょっと無理だな。外野はいろいろ言えるけど内情はよくわかんないっすね。しかし映像を見る限り本当に山奥で山道しかないですね。で車通れるちゃんとした道路は崩れちゃってんだろうな。孤立していない避難所にも問題が、全国から支援も古着や期限切れ食品も支援物資受け入れ一時中止だそうであります。これ個人からのね、個人からの支援物資は一時中止、自衛隊さんや他の県とか他の市とかが持ってくる品物は受け入れているという、世論です。何割ぐらいがゴミなんだろうね。9割は使えて1割ゴミなら、まあ処分場に金かかるから捨てに行ったのか。古着は燃やして温まって、今の古着そんな燃やしたらなんかいろいろダイオキシンとか、ダメ、こんな時にそんなこと言ってらんねえかって話もありますけどね。古着は送られると困るということは、古着でもいいからっていうレベルではない、ということなんでしょうね。これから千羽鶴も大量に来ます。これ東日本大震災からの教訓で、千羽鶴はやめといた方がいい、あとは辛いラーメンもっていうのが定着してますね。今個人の物資は受付停止している。毎度毎度誰だろこんなゴミ送りつける連中って、参拝業者かなんかだろうな。まあね、現在個人の支援物資は受け入れ
中止だそうで、大量の段ボールって記事にあったんで、すっごい数集まってて、それ開封するのも大変で、とりあえずの物資はあるって感じでしょうかね。あと自衛隊さんとか他の公的機関が今後どんどん入ってくる予定ということで、もう足りている、足りてないのは停電と断水、気の身気のままで焼き出されたとか違って、倒壊した家の下から服とかは取り出せるんでしょうか、自分の服。やはり停電と断水が復旧するまで、の飲食と暖房が必要なんでしょうかね。賞味期限を普段から気にもしないし、確認もしないって人種いるんですよ。私とか。私、店に売ってるものの消費期限いちいち確認しないもん。確認すっとしたら国産か中国産かぐる、韓国産のは嫌だなみたいな、そのぐらいですもんね。あとは買い置きしてて、まあ、カロリーメイトとかインスタントラーメンとか買い置きしてて、食う時も賞味期限食う時も確認しませんよ。まあ店に売ってる時は大丈夫だろう。そういう人が送っちゃうのかな、私みたいな人がな、ついうっかりなーって。古着はどうなんだろうね。古着でもありがたいだろうっていうですね。まあ感覚がちょっと古い、高齢者さんとかが全員で送っちゃうのかもしれないなーっていうようなんですね。これはまあ送られてきた方は、まあこんなゴミよって、なるでしょうけど、まあまあ全員の人もいるでしょうからね。長谷石川県知事記者会見、今後1ヶ月以内に震度5程度の可能性を示しています。また揺れるかもしれない。個人的なボランティアに来てもらうのは二次被害に直結するのでお控えいただきたい。個人ボランティアの自粛を要請。ボランティアを希望する人はですね、県のホームページに登録してですね、出番待ってほしい、とのこと。呼び出しを待ってほしい。個人ボランティアが活躍できるような状態では今はないってことですかね。世論です。マジか、そんな危ないか。知事が来るなっていうレベルでやばい。現地の食料減らすしな。雪に慣れてない人はお荷物。まあ、滑って転ぶしね。私はいわきはたまに雪踏んで、雪には慣れておりますけれども、歩き方がですね、すり足にするんですよ。剣道の時のすり足みたいな。で、歩幅は小さく、ちょこちょこちょこ歩く。真冬の北陸ってだけで過酷だぞ。春が来るまで素人の出番はないだろう。などなどですね。熊本地震は夏場で、熊本ですから道路がいっぱいあって、侵入する道路がね。で、孤立してなかったらしいんですけど、6100人まで増やされた自衛隊員ですら、大人数を展開できず、待機してる隊員もいるそうであります。道路がなんとかならないと、手も足も出ない感じですかね、今は。まあ、復旧工事、昼夜問わずやってるらしいんですけど、自衛隊は食料も居場所も、燃料も自便できる。自分で持っていけるのでいいが、個人ボランティアが入って人数増えればですね、それらのリソース消費するしね、被災地の燃料、居場所、食い物、消費しちゃうしね、米軍からですね、支援するでって、言われてるのに、それね、5日前に言われたのに、まだお願いしていないぐらいだし、今は人数がいても活動できない場面なんでしょうね。登山家野口健さん、茶谷七尾市市長に、冬山用寝袋は助かると言われたので、寝袋を集めます。集まり次第、片岡総社市市長と共にお届けします。寝袋1889個を集め、まあ、寄付してもらった、それは。寄付。市長絡みなんで、個人の支援物資じゃない扱いなんでしょうね。総社市っていうのは、岡山県にある市だそうであります。追加説明。被災地に寝袋を届けるプロジェクトを一緒にやっております。総社市の片岡市長が、石川県の知事、七尾市の茶谷市長、輪島市の坂口市長と直接苦労しながら、被災地自治体から要請があったところに、我々は救援物資を届けることにしています。なるほど、公的な支援なのか、というですね。何やってんだか、何の効果があるんだかわからない、若年被害女性支援事業っ
で、なんかピンクのバス走らして何やってんだろうっていう、これ立ちんぼの休憩所なのかっていうようなよりはよっぽどまともな野口さんという感じであります。能登地震は激甚災害指定されたんで、能登大震災って呼び名になるんでしょうか。今のところですね、メディアでは呼び名の統一は見られないですね。詳しい人教えてください、コメントで。最後まで承認を拒否した辺野古改良工事、辺野古地盤改良工事に着工されたのが悔しかったデニー知事、本当に12年で終わるのか注視していくと発言。世論です。お前が邪魔しなきゃ9年前に着工できてた妨害してんのはお前らだろ、これは妨害しろという号令か、次で落選するお前の知ったことではない、遅らせているのはお前らだろ、お前が邪魔しなければ終わるだろう、邪魔が入らなければなんとかなるんじゃない、なんだ邪魔する気満々じゃ、工事妨害宣言来た、沖縄と静岡は本当にどうかしてるぜ。川勝知事のことですか。デニーがすんなり承認してたら2013年から着工できてたんだって。してみっと再来年には完了していたと。もう終盤だった。中国共産党のためにですね、地帯戦闘に励んだ結果が10年のロスと。デニーはこれで工事中も妨害しろってパヨどもに号令かけたんかなーって。2035年の工事完了までにですね、台湾有事起きるでしょこれ、起きるでしょ。あとは平均年齢がですね70代に突入したパヨさんたちに工事を妨害する気力体力はあるんだろうか。デニーが一生懸命号令かけても、何せ高齢化してから12年後ですね、動けるパヨさんたちはほぼいないんじゃないか。団塊世代が主力ですもんね。沖縄の左翼平和活動と称して防衛妨害をやってる連中ね。殺人事件の仮釈放中に強盗殺人事件を起こし死刑判決を受けた西山正蔵死刑囚70歳、16年以上カメラ付きの居室で監視状態に送られているのは憲法が保障するプライバシー権の侵害にあたる、国に2112万円の支払いを求める訴訟を起こしました。国は争う姿勢だそうであります。世論です。じゃあ犯罪を犯すね。お前に殺された方々の人権はなんで16年も執行されないのか不思議。死刑囚に人権ってあったのか。強盗殺人の凶悪犯がプライバシーとか被害者の人権を奪ったくせにうるさいっていう、殺人って仮釈放であんのって思ったんですけど、昔は今と違ってあったみたいなんですよ。服役者は身体の自由、まあ拘束されますからね、居住地選択の自由、職業選択の自由など一部人権を制限されます。で、制限されてもしょうがねえやん、反省の機会を与えてんだからいうことなんですけど、その中にプライバシーが含まれてもそれは仕方ないんじゃないの。人の命奪っといて、自分のプライバシーは尊重しろって2000万払えておかしいんじゃないの。この人ですね、70歳らしいんですけど、仮に敗訴まで、敗訴でも仮に負けても裁判が終わるまでは死刑執行されないんだって。多分最高裁まで頑張るんだろうな。だから時間稼ぎじゃないのか、寿命が先か裁判終結が先かっつうね、時間稼ぎ、この手でですね執行逃れの、時間稼ぎができるとなっちゃったら死刑囚全員がですねなんだのかんだのっつって国を提訴するよ。監視の顔が気に入らねえ、意見だなんつってね。特殊事情に鑑み通常何年もかかる最高裁まで の裁判期間めっちゃ短縮してやって、めっちゃ短縮してやって、3ヶ月で最高裁までとかそんな風にしてやって、時間切れ逃げ得は許されないですからね。今日のその他のニュース、日経平均株価が33年11ヶ月ぶり、3万5000円突破。バブル期の最高値って3万8000ぐらいでしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかちょっと景気がいいって実感全然ないですけど、全然ないですけど、去年12月29日放送の芸能人大忘年会スペシャルでサントリー、アサヒビール、アコムが
スポンサー表示を中止したと発表。スポンサーとしての名前を掲げないでくる、松本人志が出ていたため、人権に関する基本方針に照らした結果だそうであります。勝手にですね、あのワイドナショーに出るって宣言してた松本人志出られない。フジテレビ吉本興業と協議の上決定しました。テレビ局吉本興業連合の松本切り捨てが顕著だな。吉本興業とテレビ局は株、吉本興業の株をテレビ各社が大量に持ってて、まあ一体化してますんでね。吉本興業、事実無根、法的措置って生きてたが、なんだか非常に腰が引けちゃったらしくてですね、松本個人の訴訟を支援する形になります。という腰がだいぶ引けました。これはダメそうだな。ここは吉本興業は5000人いるんだって、関係者が、5000人の生活かかってんだから、まあ松本切り捨てもやむを得ないですよね。テレビ局も吉本倒産しちゃったんだけど、大損だから、まあ松本切り捨てもなんかも、まあしゃあないですよね。岡田斗司夫さん言ってたけど、芸能界ってもともとこんなもんだよって、いう話でしたよ。なね、芸能人に下半身の節操を求めてはいけないみたいな、ことを言ってましたけれども、まあ何が何だか分かんないですけど、真相はね、よく分かんないですけど、まあ食ったらないな、私は思います。メール等員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。日本改革党を支えてください。あとはチャンネル登録なさってないで見られている方は、この機会にぜひ、チャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。